拍手。かけ違えていたボタン一つずつ、下から順に外してもう一度重ねてゆく。君がくれた時間と温かさをこの胸が教えている。空が青いとか花が咲くとか、君が笑うとか抱きしめるとか、すぐそばにあったこの幸せを今痛いくらい感じてるよ。守りたいものがあると、そこに未来があるんだと、君のいる場所まで迎えに行くから、雨風に打たれてボロボロになったら、不格好な姿も笑ってくれ。一度転んだからこそ見える世界があるなら、もう二度とその手を離さないように。やっと気づいたんだ、君と過ごす意味、本当に欲しかったものがそこにあるんだよ。拍手。ブルームのお二人でした。ありがとうございました。拍手お願いします。いや、めっちゃ、ごめんなさい、雨も良かったよ。なんかめっちゃエモかった。